こんばんは。しゃべくり松代第205回です。朝の冷え込みと木々の色づきがなんとなく秋らしくなってまいりました。今日のしゃべくり松代は10月の11、12日に行われます松代町最大の秋のイベント、松代藩真田10万石祭りにつきまして、実行委員長の吉川純一さんと行列部会の責任者の中山健二さんにお話を伺います。お二人よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。吉川さん、今年でこのお祭りは何回目になるんでしょうか。はい、そうですね、59回になります。59回ですか、はい、すごい歴史を感じますが、はいはい、あの年々やっぱりあの盛大になってきているんでしょうか。そうですね、あの伝統として大切に続けていこう、そんなふうに思っております。はい、それでは今年のお祭りの概要をお話しいただきたいのですが。はい、今年は大きく変わった点が2つございます。その1つ目、二の丸に大変大きな駐車場ができました。そんなことで今までは11日前日に行われておりました子どもさん小6の民謡真田節、これが今年は二の丸の方に移しまして、一人でも大勢のお客さんに見ていただいた中で踊ってもらおう、そんな風に変更しております。そしてもう一つ大きな変化は来年の御開帳に合わせまして、真田十万石行列の中に回向柱を取り入れております。こんなところが大きく変わりました。はい、回向柱、この善光寺さんと松代の関係のちょっとお話しいただきたいのですが。はい、はい、そうなんですね、善光寺本堂を再建しました松代藩、そして善光寺さんのご縁から毎回御開帳には松代より回向柱が奉納されております。今年の行列のタイトルは松代藩と善光寺さんとして回向柱に目を向けて力を入れております。そこかの催し物で、はい、まず前日の11日は童謡の響く町音楽祭ってことでですね、本当に幼稚園のお子様から中高年の皆様にまで、皆様にも楽しんでいただけるように1日ステージイベントで楽しんでいただく計画を立っております。そうですね、じゃあちょっとここをご覧いただきますと、杉の子保育園のマーチングから始まりまして、伝統であります木遣松代会、それから牧場保育園の小敵隊の皆さん、それから踊りませんかの真田節や霧の川中島、それから牧場保育園の先生方によります乙女太鼓、そして幼稚園のダンスと歌、松代小学校合唱部と同様の響く町合唱団によります合唱、ペッピーズのダンス、それから松代ミックスマックスイズブーメランと松代小学校4年生。あの実はこれは松代ミックスマックスというのは真田節をロックの音楽にしまして、それを踊っていまして、ブーメランというのは真田節の音頭調な踊りです。そして今年は松代小学校の4年生が、運動会でもそのミックスマックスのロック真田節を踊りましたので、今年一緒に出てくれることになっております。こう広がりを感じますけれども、そんな風に午前中から幼稚園保育園の皆さんやっていまして、で午後がまた大きなあれですね、先ほどお話ありました、太鼓があるんですけれども、その後松代小学校松代町内の小学校6年生全員によります真田節、今年は、何人でしたでしょうかね。はい、約200人の参加者がおります。はいはい、例年あの通り、中町伊勢町通りでやっているものを二の丸に持ってきましたので、どんな風にまたあの皆さんが踊ってくださるのかも楽しみがあります。
その他例年行っておりますナチュラルムーブメントさんや、それから町代中学校の吹奏楽も、通りではありませんので、今年は舞台で吹奏楽の演奏として聴かせていただくことになっています。で、子ども真田勝どき太鼓が、地元のあれとしては最後のステージになりますが、今年はその後、親父バンドの皆さん、ここでは3団体が出ていただくことになってますね、はいはい、中高年の皆様、はい、そうですね、楽しみにしていただきたいと思います、はい、本当に1日目は二の丸で一日中楽しんでいただけるっていうことになってますね、はい、それでは、2日目なんですけれども、行列についてこれから伺いたいと思いますけれど、じゃあ行列の陣立てなど中山さん、はい、お願いいたします。今年の行列はですね、先ほど吉川さんがおっしゃりましたように、善光寺の御開帳にちなみまして、松代藩と善光寺という題を銘打ちまして、一応仕立てております。メインはやはり回向柱の原木を今回初めて行列の中で弾くという、そういう試みをしております。それが一番のメインでございます。行列自体ちょっと長いので、第1体第2体と分けておりますが、第1体が先払い隊から三代藩主の雪道隊まででございます。で、善光寺の再建の普請奉行の小山田平太夫隊から最後の甲冑隊憧れ隊までが第2体と いたしまして、巡行もですね、町の中に入りましたら1体と2体を休憩をちょっと分けたいと思いまして、1体はそのまま中町の交差点の方まで下がります。 2体目の方はですね、法理神社の方へ行って、休むような形を取るようになります。で、1体目が中町の 交差点のところである程度休みましたら、2体の方が中町に向かって降りていきまして、そこで、合流させてお城の方へ戻るという、巡回路を今年は取らせていただきます。総勢がですね、大体230人で、馬は9頭という、やはり毎年のように大きな隊ですので、ちょっとまた巡行させるのはしんどいかなという気はしております。そうですね、江戸柱大変長いんですけれども、町あちこちに角とかがありますけれど、ありますけれども、そんなところをこううまく曲がれるでしょうか。実際はやってみないとわからないんですが、です、ね、原木を切ってくださった坂田木材さんの職人さんたちが原木の方についていただきますので、はい、まあ、なんとかなるんではないかと思っております。それでは今までね、毎年行われております行列の写真をちょっとご覧いただきながら、はい、中山さん、これはご当主の隊ですね、はい、信行隊ですね、はい、松代城から出るところですね。そうですね、はい、太鼓門のところを出て橋を渡っているところですね、はい、今年はもう最初に信行隊出ますので、今年は最初の、はい、一番最初の隊に出てまいります、はい、これもこれ、ね、ご当主です ね、 そうですね、町の中ですね。やはり大変人気で、あちこちでご当主と一緒に写真を、ね、はい、撮ってる姿をよく見かけますよね。ご当主お休みがないくらいです。そうですね、はい、これは小松殿ですね、はい、ご当主の後に小松殿はつきますけど、はい、今年も小松殿、今年は一般公募で、はいはい、月読みマリアさんというなんか九州の久留米市からおいでになるそうですが、はい、コスプレイヤーだそうです。ちょっと私お会いしたこともないし見たこともないもんでわからないんですが、はいはい、ネットの方では自分のホームページでなんか紹介してるみたい。この、はい、出るということを。あ、そうですか。じゃあとても楽しみですね。そうですね、はい、こちらがこれはいつものやりふりですね、はい、
この方たちもね毎年人気ですよね。はい、はい、今また明日あたりから夜練習するそうです。そうなんですか、はい、一年中練習してるわけではなくて。そうでもないですね。あ、そうですかでもとってもね合ってますよね。難しい、なんかこうなんて言うんでしょう、また言ってんですか、投げたり大ケアリが大変なんですよね。ケアリってんですか。30キロぐらいあるんで。あ、そうですか。そう、これがあの姫様のお越しです ですね、はい、今年は4名、はい、ちび姫隊の方は出るようになっております。はい、でこ の前と後ろにいます、お供の方たちは今年は松代高校生と聞いてますけれども、毎年多分そうだと思います。そうですかね、はい、そうですか。アルバイトでないとちょっと、私ども全部では募集できませんので、はい、でも高校生もね関わってくださるっていうのはとても嬉しいことですよね。はいはい、こんな風に、お殿様が馬に乗って、そして友侍が何人かついてという隊になるわけですね。はい、そうですね。そうですね。これは文部学校の前ですね。はい、お城から出てきて、お城から出て時期ですけどもね。はい、ここで一応隊を整えて、はい、佐賀邸の方へ行くように今年は計画しておりますけれども。そうなんですね。はい。わかりました。それでは行列の出陣イベントなどについても、はい、ですね、今年は最初9時半から11時ぐらいまでが親父バンド2団体で、まあ聞きながら周りのところで楽しんでいただこうということで、で11時からは上田市の鉄砲隊の演舞がございます。11時から11時半ですか。でその後出陣式になります。はい、で行列の出発はいつものように1時です。はい、で行列が出た後も二の丸で、はい、何か催し物があるんですね。毎年やっておりますが、はい、ステージ上でですね、子どもの勝ちどき太鼓とあとミミックのショート、はい、からビンゴ大会ですね、はい、今年も景品たくさん用意してるみたいですので、はい、楽しみにしていただきたいと思います。それから二の丸には毎年出展ブースがいくつか出てにやかになるんですね。そうですね、はい、15ブースぐらい出る、一応予定しているということは聞いておりますが、はい、はい、分かりました。それではその他の催し物について少しご紹介したいと思いますけれども、少年剣道選手権大会が12日の9時から4時半まで文部学校であります。それから甲冑お絵描きワークショップが、街歩きセンターで同じく12日の9時から3時半まで、そして、松代五条家大市というのが2日11、12と2日間真田公園で行われます。そして真田十万石祭り記念写真展が旧樋口家住宅で2日間とも行われております。で、このお祭りの最後を飾る催し物を吉川さんご紹介ください。はい、フィナーレとしまして真田十万石祭り音楽祭ジャズの夕べ、毎年好評を博しておりますので、今年も皆さんお疲れの体をですね、耳から心地よいジャズを聴いていただいてお疲れ取っていただきたい、そんな風に計画しております。どうぞ文化ホールの方にお出かけいただきたいと思います。はい、松代文化ホールで、12日の19時から、MMF によります松代真田十万石祭り音楽祭ジャズの夕べが行われます。どうでしょうか、今年も盛大に大勢の皆さんにおいでいただくといいなと思っているんですけれども、駐車場もあんなに広くなりましたし、はい、大変期待できると思うんですが、はい、今後に向けても少しお話しいただければと思いますが、はい、そうですね、松代町は来年の NHK 大河ドラマ花もゆ、これも吉田松陰の妹さん、またその次の年には真田丸、はい、大きなですね追い風吹いてますので、ぜひ大勢の観光客さんをお迎えできるようにお祭りも大切にしていきたいな、
そんなふうに感じております。中山さんはいかがですか。そうですね。またこれから2年続けて、いろいろ仕掛けやすい年ですので、また盛大な行列ができるんじゃないかと思っております。そうですね。はい。先ほども申し上げましたけれども、町の高校生が関わってくれたり、いろいろなところで、若い人から、また少し中高年の人も頑張っている松代町ですので、大勢の皆さんにおいでいただいて2日間楽しんでいただければと思いますね。はい。今日は、10月の11、12日に行われます松代藩真田十万石祭りにつきまして、実行委員長の吉川純一さんと行列部会の方の責任者の中山健二さんにお話をいただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、来週の前に予告ですね、はい、予告じゃないか、はい、お知らせですね、はい、これも映画、はい、これ松潮でね、はい、撮られた文部学校で撮られたね、あ、はい、なるほど、日暮らしの木っていうのね、今日、ですね、2時半から監督見えて、あれですね、記者会見っていう、そういうのをねやりました、はい、これも、10月4日から東宝系で、映画館でね、発表されるというので、松潮の文部学校多分出ると思いますんで、なるほど、はい、その他にいろんなところが出ると思いますし、ね、松代いろんなところ出る、はい、可能性ありますんで、楽しみです、楽しみでやっていただければなというふうに思います。はい、わ、はいはい、かりました。さて続いて、はい、続いてお知らせは、はい、それにちなんで、はい、ちなんで、ね、信州松代ロケ地ツアー、ああ、なるほど、はい、これもね、10月5日日曜日、はい、これ松代城入り口で集まっていただければいいかなというふうに思います。はい、こういったのもね、また、お話ができるかなというふうに思いますんで、はい、ぜひ参加していただければいいかな、ね、はい、よろしくお願いします。はい、さて続いて、予告、はい、はい、予告放送ですね、はい、来週の来週はね、206回、はい、はい、これはね、真っ白住民自治協議会のね動きということで、初めてね、事務局長が女性っていうことで、はい、その方に来ていただいて、住民自治協議会動く、はい、動くわけじゃない、そういうことでね、はい、いろいろと初めてなことで、3、4ヶ月ぐらい経ってますので、そういったものでね、ちょっとお話聞ければいいかな、動きとこれからの、はい、そうですね、どんなあれでね、はい、お聞きできればいいかなというふうに思ってます。はい、それでは自民自身の、動きを、はい、ね、ここで知るということで、はい、楽しみにね、はい、よろしくお願いします。ぜひそれでは来週のしゃべくりましょう、どうぞお楽しみに、はい、お願いします。